朝。高校が始まって1週間ほどが経った。なんとなく高校生活にも馴染み、この新生中二病の扱いにも慣れてきた。ではこれで終わります。はい、ご苦労様。じゃあホームルーム終わります。お疲れ。大変ですね、委員長。どの口が言う。まあまあ、それより誰に投票するか決めたか。ぼちぼち集計したいんだが。投票？可愛子ちゃん選手権だよ。言ったろ、クラスの女子ナンバーワンを男子投票で決めるって。誰にする？にぶたに。あ、とがしくん。え、はい。あ、理科室昼休みでいい？理科の先生に頼まれたでしょ、業務の確認。お疲れ様です。こいつ何を考えているのかわからない。クラス委員にはもう慣れた？え、うん、まあまだよくわからないけど。何か気づいたことあったら言ってね。一応委員長だし。かわいい。そうか。落ち着いているように見えるけど、委員長とか何度もやってるんだろ？まあね。でも推薦されてよ。富樫君も結構あるんじゃないの？俺？ないない。本当？結構似てるのかなって、最初会った時思ったんだけど。ほら、入学式の日駅で会ったじゃない。覚えてるの？なんで？当たり前じゃない。いや、でもまだクラスも名前もわからない時だったから。うん、だから教室に来て富樫君見た時に、あの人だって。ん？あ、富樫君のエッジ。落ち着けよ俺。まだ慌てるような時間じゃない。しかし少なくとも悪くは思っていないってことだよな。まさか来るのか、俺のリア充展開。じゃ残りは明日。誘うか。一緒に帰らない？いや待て。よし、ここはビシッと一言。一緒に帰らない？なんで？別の日。よよ、ユータはどうするんだ？部活。ああ、部活か。いて。あ、覚醒すると手がつけられない。負けるな、リッカ。パニッシュメント、ディスワールド。あそこ。撃っていいのは撃たれる覚悟があるやつだけだ。みんな無理しないようにしてね。はい。お、来たか。来ると思ったぞ。なんでお前がいるんだよ。鈍谷進化、チア部に体験入部。こんなレアなイベント逃せるか。見てみろ、偶然を装い見に来たクラス男子ども。おお、人気あるんだな、鈍谷。当たり前だろ、クラス男子全員投票、可愛子ちゃん選手権ナンバーワンだぞ。ナンバーワンか。富樫くん。うわ、まさかお前。あ、いや、ないない、んなのあるわけない。たまたま目があっただけだって。富樫くんのエッジ。あのバカ。なんかね、チアガールでポーンって飛ぶのやってみたいんだって。私も新入生って言ったらやらせてくれるかな。ここは通さぬ、我が波動を食らうがいい。演劇部だな。いやー、これは何なんですか？エチュードといってね、演技の幅を広げるためにやる即興劇の練習よ。
これは一本橋ね。人一人分の幅しかない一本橋の両側から人が来る。相手を避けさせることができたら勝ち。やってみる？すみません、譲ってもらえませんか？早く行かないと彼の乗った飛行機が行ってしまうんです。今会って気持ちを伝えないとこのまま離れ離れになってしまいます。教室に戻る。クマだ、早く逃げろ。腕立て伏せで押していろ。スクワット、覚え、拍手。かっこいい。富樫君そういうの好きなんだよね。ハゼロヒアリ、はじけろシナプス。ニブタニパニッシュメント必須ワード。話ってなんだ？恥ずかしいから一回しか言わないよ。私、富樫君のことが。ことが？やっと戻ってきたようですね、ダークフレイムマスター。闇の炎に抱かれて。オープン。誰だ？トラスキテスト。帰れ。さすがダークフレームマスター。さすがに猫は部員として認めるわけにはいかないよ。しかしキメラは我がサーヴァント、デコモリと同じ存在。そうです、デコモリと同じです。否定しろよ。他に一緒にやる人いればいいんだけど。実はいる。実は私の中にもう一人の人格が。え？待って、出てきそう。おう、ナイスツーミーツ、キャサリンです。この子の中にいるもう一人の人格です。おう、死ねばいいのに。もう一度。死ねばいいのに。お、やっぱり部員としては認められないかな。どうしよう。ナナちゃん、天然のふりして意外と作詞。さて、いい感じに空気がギスギスしてきたところで。おう、ナイスツーミーツ、キャサリンです。ナイスツーミーツ。もともとは18世紀のイギリスで生まれました。おー、ナイスツーミーツ。ハロー。さすがに猫は部員として認めるわけには。ナイスツーミーツ、キャサリンです。あ、そっか、そうよね、ごめんなさい。じゃあ同好会として推薦しとくね。はい。七瀬先生優しいね。同好会として認めてくれるなんて。たく、隠したままで抑えつけられて生きるのか。命限りあるから、時に心捨てる。君の涙辛
ないけど幸せが目に見えるなら君に見せられるなら白果てまでも闇の終わりに立とうと世界が変わるその時まで突き上げてく炎の剣進むべき空の下で守る君のために次回予告。残念ながら現状プリンセスに勝てる術を私は持たない。妄想も大概にしておけ。完全に決まったはずなのに、なぜ。次回高梨家の女たち。今回は勘弁してやる。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。